スペインはイベリア半島に位置し、ワイン生産量はトップクラスを誇るワイン大国です。生産量はそれぞれスペイン4070万ヘクトリットル、イタリア4910万ヘクトリットル、フランス4660万ヘクトリットル。この3カ国の合計で世界のワイン生産量の 53% を占めます。スペインといえば赤ワインのイメージが強いですが、白ワインはもちろん、スパークリングワインのカバ、主成強化ワインのシェリーなどの生産も盛んに行われています。栽培面積は約95万ヘクタールで世界1位を誇ります。これは EU 内の全ブドウ畑面積の約 30% を占めます。17の自治州すべてでワインが生産されていますが、その約 62% が中央高原地帯のカステーリャ・ラマンチャ州で生産されています。 DOP ワインではスティルワインは北部のリオハや内陸部のリベラデルデュエロ、スパークリングワインのカバはその大半が北部地中海側のカタルーナ州で生産されています。主成強化ワインは南部アンダルシア州のヘレスが世界的に有名です。世界で4番目の世界遺産登録数を誇るスペインには多くの観光客が訪れ、経済最大の産業はサービス業です。ワイナリーは約4000軒あり、その大部分は中規模の生産者ですが、販売全体の約 28% を5大企業で占めています。紀元前1100年頃、フェニキア人が大西洋岸の町、現在のアンダルシア州のカディスに到着し、ブドウ栽培とワイン作りが伝わったと言われています。紀元前200年頃、ローマ人がワイン作りを盛り上げ、スペイン各地で作ったワインをローマ帝国へ輸送していました。711年、アフリカから来たイスラム教徒のムーア人により、イベリア半島侵略が始まり支配を受けましたが、一部ブドウ栽培とワイン作りは継承され、彼らによって蒸留技術が伝わりました。イスラム教徒の征服直後、キリスト教徒による国土回復運動レコンキスタが始まりました。スペインの国旗は血と金の旗と言われ、金は豊かな国土、赤は外敵を撃退した時に流れた血の象徴、中の紋章はイベリア半島の初期の5つの国を表しています。11世紀後半頃、北部のキリスト教王国にキリスト教徒の再植民が行われ、また修道院が建設され、ブドウ畑の復興とともにワイン生産も活気づきます。1492年、レコンキスタが成就したのと同時にアメリカ大陸が発見され、大航海時代が幕開けします。新大陸に領土を拡大していったスペインから出る船には、シェリーやカナリア諸島のワインなど船の出発地、中継地のワインが大量に積まれました。19世紀後半、スペインにもフィロキセラが到達し、甚大な被害が出ましたが、フランスですでに考案された杉木による対処法が導入されたため、回復は早かったです。またその当時、フィロキセラの害でブドウ畑を失ったフランス人たちがリオハなど北部のワイン産地にやってきてワイン作りを始めたため、スペインの醸造技術の進歩に大きく貢献しました。20世紀には第一次第二次世界大戦などの影響により、ワインの輸出は大幅に落ち込み、国内市場に限られてしまいます。1950年以降、ブドウ畑やワイン生産を含めた農業を立て直すため、各地に協同組合が起こされました。独裁政権から立憲君主制に戻り、民主化の道を進み、ワイン産業も復興を始めました。特に EU に加盟した1986年以降の革新は目覚ましいです。スペインワインを作るブドウは現在160品種あり、固有品種が多いのが特徴です。白ブドウはアイレン、マカベオ、ベルデホ、パルディーナ、パロミノ。アイレンは全ブドウ中1位の品種で、白ブドウ全体の約半分を占めます。マカベオはカバの主要品種、パロミノはシェリーの主要品種です。黒ブドウはテンプラニーリョ、ガルナッチャティンタ、ボバル、モナストレル、マスエラ。
テンプラニーリョは全ブドウ中2位の品種で、全ブドウ品種の 21% を占めます。テンプラニーリョはリオハの主要品種として有名ですが、スペイン全土で栽培されていて、各地で呼び名が違います。リベラデルデュエロではティントフィノ、ティンタデルバイス、ラマンチャではセンシベル、カタルーニャではウルデルブレ、トロではティンタデトロ、マドリッドではティンタデマドリッド。1926年、リオハ地方が最初に原産地保護のため統制委員会を設立しました。国としてワイン法を制定したのは1932年で、これに基づき原産地呼称制度が作られ、1933年に発行しました。これはフランスの AOC 法が生まれた1935年よりも早いです。2009年8月に発行された新しい EU 規則にのっとり、スペインワインは地理的表示付きワインと地理的表示なしワインの2つに大別されました。地理的表示付きワインはこの中で4段階に細分化されます。 VP は2003年に新設されたカテゴリーで、現在は20のブドウ畑が認定をされています。地域ではなく、独特の特徴を持つテロワールや限定された面積の単一ブドウ畑で栽培、収穫されたブドウのみから作られるワインに認められる原産地呼称です。 VP のブドウ畑は DOCA、DO に認定されていない地域に属してもよく、 DOCA 地域産であれば VPC と表示することも認められています。 DOCA は1988年に制定されたカテゴリーで、DO ワインの中から厳しい基準で昇格が認められた高品質ワインです。1991年にリオハ、2009年にプリオラートの2地域が認定されています。 DO はスペイン高級ワインの中核的なカテゴリーで、現在約70地域が認定されています。 DO に認定されて10年後に DOCA の昇格申請が可能となります。VC は特定の地域、地区などで収穫されたブドウを原料として生産された地域性を表現したワインです。VC に認定されて5年後に DO への昇格申請が可能となります。スペインワイン法では熟成期間と表示が規定されています。DOP ワインではオークダルなどでの熟成期間に応じてラベルに表記できる名称が異なります。DOCA リオハでは独自の熟成規定を設けており、樽は225リットルのオーク樽を使用と規定されています。 IGP と地理的表示なしのワインでは600リットルのオーク樽または瓶での熟成期間に応じてラベルに表記できる名称が異なります。スペインでは国土のほぼ全域でブドウ栽培が行われています。北部のリオハで多く栽培されている赤ワインを代表する品種テンプラニーロなど、スペイン固有品種を用いたワインが多いことが特徴です。カタルーニャ地方で作られるカバは、日本で最もたしなまれている瓶内二次発酵を用いたスパークリングワインです。その他にも主成強化ワインであるシェリーや、ワインにフルーツや砂糖を加えて作るサングリアなど、日本でもスペインワインを身近に味わう機会が多くあります。1926年、リオハ地方が最初に原産地保護のため統制委員会を設立しました。国としてワイン法を制定したのは1932年で、これに基づき原産地呼称制度が作られ、1933年に発行しました。これはフランスの AOC 法が生まれた1935年よりも早いです。2009年8月に発行された新しい EU 規則にのっとり、スペインワインは地理的表示付きワインと地理的表示なしワインの2つに大別されました。地理的表示付きワインはこの中で4段階に細分化されています。スペインワインの産地は北部、大西洋、地中海、内陸部、南部の5つの地方と、バレアレス諸島、カナリア諸島の2つの東部に分けられます。北部地方はピレネー山脈山麓に広がる山地で、
中心的産地は DOC リオハです。ラ・リオハ州のリオハは1991年にスペインで最初の DOCA に認定された、この国を代表するワイン産地です。首都マドリッドの北北東 250km に位置し、リオハ原産地故障はエブロ川沿いに位置するラ・リオハ州、ナバーラ州、バスク州の3つの行政地区にまたがっています。エブロ川流域とその支流オハ川沿岸に位置します。スペイン語でリオは川の意味で、リオオハという言葉が縮まってリオハとなったと言われています。19世紀後半、フィロキセラの被害を逃れてスペインに渡ったフランス人により導入された醸造技術などが名城地のベースとなっています。現在ボデガは約570軒あり、 DOCA リオハのワイン販売量は全 DOP ワイン販売量の中で第1位です。生産可能色は赤、ロゼ、白で、赤が全体の約 88% を占めています。主要品種は、白はビューラ、ガルナッチャブラン、マルバシア、黒はテンプラニーロ主体、ガルナッチャ、マスエロ、グラシアーノ。テンプラニーロはリオハ原産のブドウ品種で、スペインの全ブドウ中2位の栽培面積を誇ります。エブロ川流域の標高300メートルから700メートルの土地に、リオハアルタ、リオハアラベサ、リオハオリエンタルの3つの小地区があります。2017年にリオハ DOCA 委員会が発表したリオハの規則改定、新カテゴリーやタイプの承認などが2018年 EU によって承認されています。ナバーラ州のナバーラは在来種のテンプラニーロにカベルネソービニョンなどの外来品種を混醸するナバーラブレンドや単一表示ワインで大きな成功を収めています。 VP はパゴデアリンサノ、プラドデイラチェ、パゴデオタスの3つです。ナバーラ州は北部は海洋性、中部は地中海性、南部は大陸性と一つの州に多彩な気候があるのが特徴です。1950年代にロゼワインの輸出で成功し、ロゼの産地として有名でしたが、近年の固有品種ブームでガルナッチャを再評価し、高品質ワインの生産に取り組んでいます。現在では赤ワインの生産が全体の 60%、 ロゼワインが 30% の生産比率です。アラゴン州の DO はカンポデボルハ、カラタユド、カリネナ、ソモンターノの4つです。カリニナは黒ブドウ品種のカリニナの原産地とされ、アラゴン州以外ではマスエラ、カタルーナ州ではサムソとも呼ばれ、フランスではカリニャンと呼ばれています。 DO 名と品種名が同じのため、他の産地のラベルにカリニナを表示することは禁止されています。ソモンターノは山麓という意味があり、アラゴン州北部のピレネー山脈のふもとに位置しています。 VP はパゴアイレスの一つです。アラゴン州は夏は暑く乾燥し、冬は寒さが厳しい気候です。土壌は石灰質に富んでいます。パイスバスク州の DO はチャコリデゲタリア、チャコリデビスカイア、チャコリデアラバの3つです。チャコリデゲタリアは主要品種は白のオンダラビスリで 95% を占めています。爽やかな酸味と塩味を思わせるミネラル感のある白のチャコリはシーフードとの相性も良く、近年はアメリカなど海外にも輸出され高い評価を得ています。パイスバスク州は白ワインの生産が中心です。スペインの北部ピレネー山脈の西に位置し、スペインの中で最も経済が発展している州です。大西洋地方はポルトガルの北部、大西洋とカンタブリア海に接する産地です。ガリシア州の DO はリアスバイシャス、バルデオラス、リベイロ、リベイラサクラの4つです。リアスは入江、バイシャスは下部、南部という意味です。
栽培ぶどうの約 96% が白ぶどうのアルバリーノでフレッシュな白ワインを生産しています。魚介類との相性が良く、海のワインとも称され、近年アメリカなどへの輸出が盛んに行われています。地中海地方は北部はバルセロナ近郊が中心産地で、カバの大部分もこの地方で生産されています。カタルーナ州のプリオラートは2009年に DOCA に認定された産地です。ブドウ畑は山の急斜面にあり、昼夜及び夏冬の寒暖差が大きいという特徴があります。地質は主にリコレッリャで形成されています。リコレッリャは特殊なストレート粘板岩土壌で、太陽光にキラキラと反射する雲母の小粒子を含む何層もの赤い粘板岩から形成されたものです。1980年代後半に外部の醸造家たちが地元品種のカリニナやガルナッチャなどを生かし、また外来品種も持ち、スペインの高級ワインを代表する産地となりました。カタルーナ州の DO は11あります。主なものはカタルーニャ、コステルス・デル・セグレ、ペネデス、テラ・アルタ、エンポルダ。テラ・アルタは州最南部に位置し、アラゴン州と接しています。エンポルダは州最北部に位置し、フランスと国境を接する地域です。この地域のロセスは紀元前5年にフェニキア人がブドウ栽培を最初に伝えた地とされています。フランスと国境が近いことから、フランス系品種の栽培も目立ちます。バレンシア州の DO はバレンシア、アリカンテ、ウティエル・レケーナの3つです。 VP はフィンカ・テレラソ、チョサス・カラスカル、ベラデ・エステナス、ロス・バラゲセスの4つです。ムルシア州の DO はフミーリア、イエクラ、ブーリャスの3つです。フミーリアはムルシア州とカステーリア・ラマンチャ州にまたがる DO です。主要品種はモナストレルで、この品種単一のものからブレンドしたものまで、さまざまなタイプのワインが作られます。内陸部地方はスペインの首都マドリッドが位置する地方で、4つの州が含まれます。カステーリア・イ・レオン州の DO は9つあります。主なものはトロ、ルエダ、レベラデル・デュエロ。トロはティンタデトロから作られる赤ワインが代表的で、最近は濃いながら洗礼されたワインとして高く評価されています。白とロゼも少量作られています。リベラデル・デュエロは2000年ものワイン作りの歴史があり、ベガシシリアやボデガ・ティント・ペスケラなど世界的に有名なボデガが拠点を置いています。リベラは川岸、流域を意味し、ブドウ畑はその名の通り、デュエロ川を挟む細長い平地から傾斜地にかけて広がります。平野部でも標高は750メートルから850メートルにあり、最も高い場所では900メートルを超えます。夏は暑く乾燥し、冬は寒さが厳しい大陸性気候です。生産可能色は赤、ロゼ、白。白は2019年ヴィンテージより認められています。カステーリア・イ・レオン州はマドリッドの北側に位置し、ポルトガルと国境を接するスペイン一広大な面積を持つ州です。カステーリアは城の意味で、この地域には城跡が多いことも特徴です。マドリッド州の DO はビノス・デ・マドリッドの一つです。ビノス・デ・マドリッドは首都の名を持つ唯一の原産地古城です。古木のガルナッチャによる高品質のワインが国際的に注目を集めています。カステーリア・ラマンジャ州の DO は8つ、 VP は12あります。主な DO はラマンチャ、バルデペーニャス、リベラデル・フーカル。ラマンチャは単一の原産地古城では世界最大の広さを誇ります。主要品種はスペイン最大の栽培面積を持つ白ブドウのアイレン、黒ブドウはセンシベルです。主な VP はギホソ、パゴフロレンティーノ、パゴカルサディーリャ。カステーリア・ラマンチャ州はマドリッドから南に位置する州で、州都はトレドです。マンチャはアラビア語で水のない土地を意味するため、
乾燥した大平原に位置しています。エクストレマドゥーラ州の DO はリベラデルグラディアーナの一つです。南部地方には広大な面積を誇るアンダルシア州が位置しています。アンダルシア州の DO は6つあります。主なものはヘレスケスシェリー、モンティリア・モリーレス、マラガ、シエラス・デ・マラガ、グラナダ。モンティリア・モリーレスは州中央部に位置し、土壌はシェリーの産地と同じく石灰質のアルバリサです。主要品種はペドロ・ヒメネスで、主成強化ワインとスティルワインが作られています。バレアレス諸島は地中海西部スペイン東岸の沖合にあり、メインの4島と小島からなる諸島です。ローマ帝国の植民地時代からワイン作りが行われています。 DO のビニサレムは1990年この地で最初の原産地呼称認定を受けました。カナリア諸島はスペイン本土から約 1000km、 大西洋沖約 100km に浮かぶ7島からなります。そのうち6島でワイン生産が行われています。またフィロキセラの侵入がないため、今でも継ぎ木なしのブドウが植えられています。 DO のランサローテはアフリカ大陸に近い島で、島全体が DO の認定地域です。1730年から6年間続いた火山の噴火によって、噴火した火山灰や溶岩が堆積した土壌が特徴です。スペインは17の自治州全てでワインが生産されていますが、その約 62% が中央高原地帯のカステーリア・ラマンチャ州で生産されています。 DOP ワインではスティルワインは北部のリオハや内陸部のリベラデルデュエロ、スパークリングワインのカバはその大半が北部地中海側のカタルーナ州で生産されています。主成強化ワインは南部アンダルシア州のヘレスが世界的に有名です。カバはシャンパーニュと同じ瓶内二次発酵の伝統的製法で作られるスペイン産のスパークリングワインです。スパークリングワインの中でもプロセッコ、シャンパンに次ぐ販売本数を誇り、年間約2億4000万本が販売されている世界三大スパークリングワインの一つです。カバ誕生のきっかけはカタルーナ州ペネデス地方のワイン生産者ジョゼップ・ラベントス・ファティホがフランスのシャンパーヌ地方で瓶内二次発酵の製法を学び、その技術を持ち帰り1872年に瓶内二次発酵製法によるスパークリングワインの商業規模につながる生産に成功したことが挙げられます。 95% がペネデスを中心とするカタルーナ州で生産されます。中でもカタルーナ州、バルセロナ県、サン・サドゥルニ・ダノヤでその 85% が生産されます。カバは原産地呼称ではありますが、特例として異なる州や産地の広範囲に認定生産地域があります。そのため一つの地域に限定されている他の DO や DOCA とは意味合いが異なります。主要な産品種は白ブドウのチャレッド、マカベオ、パレリアラです。この3品種が主体で、シャルドネなど数品種の使用が認められています。ロゼのカバは一般的に黒ブドウのみから作られますが、黒、白を混醸する場合は黒ブドウを最低 25% 使用することが義務付けられています。2008年からピノノワール 100% の白が生産可能となっています。瓶内二次発酵で作られ、瓶詰めから折り引きまで9ヶ月以上の熟成が義務付けられています。また18ヶ月以上熟成されたものにはレセルバ、30ヶ月以上熟成されたものにはグランレセルバの表示が認められています。カバはカタルーナ語で洞窟を意味する言葉です。ワイン熟成の際に使用される洞窟が由来となっています。辛口のものからブルットナトゥーレ、エクストラブルット、ブルット、エクストラセコ、セコ、セミセコ、ドゥルセの表示で分けられます。カバの甘辛度はシャンパーニュと同じ残糖量で分けられています。シェリーはイベリア半島最南端にあるアンダルシア州
カディス県のヘレスデラフロンテラの町を中心に、その周辺地区で作られる世界三大酒精強化ワインの一つです。シェリーの DO 名称は2つあり、ヘレスケレスシェリーとマンサニーリアサンルーカルデバラメーダです。711年から1264年までこの地を支配していたイスラム教徒たちがヘレスにつけたシェリシュという名前がシェリーの語源です。英語化したものがシェリーで、フランス語化したものがケレスです。ヘレスデラフロンテラ、サンルーカルデバラメーダ、エルプエルトデサンタマリア、シェリートライアングルと呼ばれるこの3地域で熟成されたものが原産地呼称シェリーを名乗ることができます。シェリーの市場は国内が 33% を占め、輸出ではイギリスがトップで 34%、 次いでオランダ 12% です。大西洋から吹く低温硬質のポニエンテという風と、内陸から吹く高温低湿のレバンテという風がブドウの成熟、ワインの熟成に影響を与えています。アルバリザと呼ばれる炭酸カルシウムを 25% 以上含む真っ白な石灰質土壌が特徴的かつ面積最大です。その他アルバリザより粘土と砂を多く含み、有機物も多い色が濃く肥えたバロと呼ばれる土壌、石灰分の含有量が 20% 以下で、砂と粘土を多く含み海岸地域に多いアレナと呼ばれる土壌があります。シェリーは主にパロミノという白ブドウ品種から作られます。栽培比率は約 95% です。パロミノ種は何世紀も前から最も伝統的な品種とされ、現在ではヘレス地域の紛れもない女王的存在になっています。アルバリザの土壌、この地域の気候、栽培者が培ってきた技術によってシェリーの独特のワインを得るために変えがたい重要な品種になりました。種類によってモスカテル、ペドロヒメネスといった白ブドウ品種も使用されています。シェリーはこれらの品種をブレンドせず、それぞれ単一で仕上げます。シェリーのタイプは辛口のビノヘネロソ、甘口のベノヘネロソデリコール、ごく甘口のビノドゥルセナチュラレの3つに大別され、それぞれの種類の中でさらに数種類に分けられます。ごく甘口のモスカテル、ペドロヒメネスの2種類に、甘口はペイルドライ、ペイルクリーム、ミディアム、クリームの4種類に分けられます。シェリーは辛口が最も注目されています。辛口は大きく分けると、酵母の影響を与えずに熟成させた酸化熟成タイプ、酵母を使って熟成させたシャンパーニュのような風味を楽しむタイプの2つに分類できます。フィノは酵母を使った熟成を経て作られるタイプで、アルコール度数は約 15%、 軽めで繊細なスタイルです。レモン色の色調でリンゴやレモン、ハーブとシャンパーニュのようなイーストのニュアンスがふんだんに感じられます。シェリーの中でも幅広い食事と合わせることができます。マンサニーリャはシェリー産地の中でも海に近いサンルーカルデバラメーダの町で作られたフィノがマンサニーリャを名乗ることができます。アモンティリアードはフィノを酸化熟成させた中間タイプです。見た目も味わいもフィノとオロロソの中間で、酵母と酸化熟成の両方の複雑な香りが特徴です。オロロソは香り高いという意味を持ちます。酵母の影響を与えずに熟成させた酸化熟成タイプで、アルコール度数もフィノと異なり17度から21度のフルボディなワインです。酸化したワインの色調は琥珀色で、パンのような酵母の風味は一切なく、クルミなどのナッツ類やコーヒー、カラメルのような香りを持っています。特別なカテゴリーとして、統制委員会の条件に適合したワインのみに認定される、12年と15年の熟成年数表示シェリー、12年と30年の熟成年数表示シェリー、ヴィンテージシェリーがあります。辛口シェリーはまずパロミノを除光、破砕、削充し、22度から26度でアルコール発酵させ、
アルコール11度から12度の辛口白ワインを作ります。その年の11月末以降までワインを保持し、気温の低下とともに檻を沈ませ安定させます。この期間にワインの表面にフロールと呼ばれる酸膜酵母が発生します。その状態で検査を行い、デリケートなワインはフロールの膜の下で酸化させずに熟成させるフィノエ、ボディがしっかりしたワインはフロールを消して酸化熟成させるオロロソエと2つのグループに分けられます。ピュアなグレープアルコールを使って酒精強化したワインはソブレタブラと呼ばれる熟成システムに入るのを待つ状態に保たれます。フロールとは、通常のワインではアルコール発酵が終了すると発酵酵母は役目を終えますが、シェリーの産地ではその後も生き続けるサッカロマイセス属の酵母があります。この酵母はワインの中で増殖し、これをフロールと呼びます。フロールはワインの表面を覆い尽くす膜となり、その下のワインと上の空気との接触を防ぐためワインは酸化させずに色が変わりません。またアセトアルデヒドを発生させるため特有のツンとした香りを形成します。ワインの中の甘さを感じさせる要素であるグリセリンや残糖を消費するためさらに辛口になります。極甘口シェリーはモスカテルとペドロ・ヒメネッシュから作られます。いずれもパロミノより糖度が高いブドウで、さらに収穫後1から2週間天日干しにして水分を蒸発させ果汁の糖度を上げます。それをアルコール発酵させ、途中で酒精強化することで発酵が止まり、ブドウ果汁が持つ天然の甘さを残します。熟成はクリアデラとソレラのシステムで行います。熟成用の樽は600リットルのアメリカンオーク材の樽で何十年も使用します。ワインは500リットルしか入れず、樽の中の上部に空間を保ち、フィノの場合はフロールの膜が形成する表面を確保し、オロロソの場合は酸化を促します。樽熟成は3、4段と積み上げられて、一番上の段から順に新しいワインが入っています。段積みした樽のブロックをアンダナと呼びます。最も古いワインが入った最下段の樽をソレラ、下から2番目の樽を第1クリアデラと呼びます。出荷されるワインはソレラから引き出します。酒は樽の容量の一部で樽を空にすることはありません。ソレラに入っているワインの酒により減った部分を第1クリアデラから、第1クリアデラの減った部分を第2クリアデラから補充します。ソブレタブラはソレラシステムの中で一番新しいヴィンテージの酒精強化された熟成システムに入る前段階で待機しているワインで、最後にクリアデラに補充されます。新しいワインが古いワインと徐々に混じり合いながらソレラに至り出荷されることで味の安定化が図られます。それらによっては19世紀に設定されたものもあり、その味がこのシステムによって引き継がれていきます。ポルトガルはイベリア半島西端に位置し、スペインと国境を接する縦長の国です。南北に 560km、 東西に 160km と小さな国で、国土面積は日本の4分の1程度で、人口は約1022万人です。東京都の人口が1400万人弱なので、それよりも少ないです。その小さな国土のほとんど全域においてワインが作られています。西は大西洋、南は地中海の影響を受け、内陸は大陸性気候であるなど、気候や土壌は多様性が豊かです。土壌は北部と内陸では花崗岩、片岩、粘板岩が主体で、南部と海岸では石灰質、粘土、砂が主体です。主要産業は農業で、特にコルクはポルトガルの主要な輸出製品の一つです。世界のコルクの約 50% が生産されています。紀元前6世紀頃、フェニキア人によってブドウ栽培が始められたと考えられています。1143年、カステーリャ王国の宗主下でポルトガル王国が誕生しました。この頃からポルトガルワインはイギリスに輸出されていました。16世紀半ば、南蛮貿易が始まり、
日本では織田信長などの大名保護のもと南蛮文化が栄えました。信長が愛用していたと言われる陳炭酒はポルトガルの赤ワインで、ビーニョティントが陳炭に代わって伝わったという説があります。1703年、イギリスとの通商条約であるメシュエン条約を締結し、イギリスがポルトガルワインの関税を引き下げたことで輸出が拡大します。1756年、ポルトの原産地呼称管理法が制定され、これが世界最初の原産地管理法となりました。1932年からアントニオ・サラザールによる独裁体制により鎖国に近い状態となり、ワインは国内消費のみに限られました。またこの間に多くの固有品種が発見されました。1986年、 EU 加盟を果たし、高い経済成長や企業の民営化を遂げるとともに、ポルトガル復興政策としてワイン産業が膨大な投資を受け、急速に品質が向上しました。2020年以降、ポルトにワールド・オブ・ワインという名の文化地区が作られ、レストラン、バー、ワインスクールなどがあり、産業や伝統、ワインを学ぶことができます。ポルトガル固有の品種は250種類以上も存在すると言われており、品種の多さは世界1位です。カベルネ・ソーヴィニョンやシャルドネなど世界中で作られている品種ではなく、ポルトガル土着の品種が今でも使われています。品種をブレンドする伝統があり、200種類以上ブレンドして作られた白ワインもあります。例外として DOC バイラーダの黒ブドウ品種バガや DOC ディーニョベルデの白ブドウ品種アルバリーニョなどは単一で使われることが多いです。主要品種の栽培面積順位は、白はフェルナオンピレス、ローレイロ、アリント、アルバリーニョ。フェルナオンピレスは全ブドウ中4位の品種で、西海岸を中心に全国的に幅広く栽培されています。黒はティンタロリス、トーリガフランカ、トーリガナショナル、カステラオン。ティンタロリスはテンプラリーノと同一品種で全ブドウ中1位の品種です。トーリガナショナルは果実味とタンニンを持つポルトガル北部を原産とするこの国を代表する品種です。1754年にワイン産地として道路が制定され、1756年に世界初の原産地呼称管理法でポルトが保護されました。ポルトガルワイン全体としては、1986年の EU 加盟の際にワイン法を整備し、原産地統制呼称ワインと産地限定上質ワイン、地理的生産地表示テーブルワイン、テーブルワインの4階層を制定しました。2009年の EU 新ワイン法発行に伴い、ポルトガルワインは地理的表示付きワインと地理的表示なしワインの2つに大別されました。ポルトガルのワイン産地は北部、中部、南部、諸島に大別されます。ミーニョ地方はポルトガル北部に位置し、スペインとの国境となるミーニョ川一帯に広がるブドウ栽培地区で、土壌は花崗岩を主体とします。ポルトガルのブドウ収穫量の1/8、栽培面積の 14% を占めます。 DOC ビーニョベルデはグリーンのワインという意味で、ローレイロ、アベッソ、アリント、アザルなどからは微発泡フレッシュなタイプ、アルバリーニョからはボディや深みのあるタイプの白ワインが多く生産されています。ドゥリエンセ地方はブドウ栽培にとって類稀な環境です。主生強化されたポートワインの産地として世界的に有名ですが、近年はスティルの道路ワインによって急速に名声を築いています。ポルトガル第二の都市のポルトは道路川の河口に位置し、世界遺産に登録されています。DOC 道路は2003年に結束された道路ボーイズと言われる5人組をはじめとする若い生産者たちの活躍によって、赤ワインの産地として世界の注目を集めています。テラスドダン地方は地方の中部に幅の狭い古い段々畑と
石垣の伝統的なブドウ栽培地があり、世界遺産として保護されています。 DOC ダンは微生雨圏を中心とする産地で、生産量の 80% が赤ワインです。ポルトガルを代表する黒ブドウ品種のトーリガナショナルを主体に、酸味、アルコール、アロマなどのバランスのいいワインが生産されています。バイラーダ・アトランティコ地方はテラスドダン地方と大西洋岸の間に位置します。比較的湿度の高い穏やかな海洋性気候の地方です。大部分のブドウ畑は平地に位置し、土壌は粘土石灰質、砂質が主体です。 DOC バイラーダは1979年に DOC に認定されたダンに接するワイン産地です。粘土質が多い土壌で、バイラーダの名前は粘土の意味を持つバロと地区の意味を持つバイルに由来しています。生産量の 85% が赤ワインで、タンニンの強いバガから力強いワインが生産されます。また白は様々なスタイルがあり、瓶内二次発酵のスパークリングワインも多く、国内生産量の 65% を占めています。リスボア地方は大西洋沿岸に広がり、ポルトガルでも大規模な産地です。 DOC コラーレスは砂地で根が深く、継ぎ木をしていないフィロキセラフリーの木が残っているのが特徴です。非常に珍しいラミスコという黒ブドウ品種から、タンニンや酸が強く熟成のポテンシャルを持つ赤ワインが作られます。テージョ地方はテージョ川流域に広がる産地で、闘牛やポルトガル式ボートレースの競走馬の産地としても有名です。ペニンスラ・デ・セトゥーバル地方は大西洋の影響を大きく受けた温暖な地中海性気候です。 DOC セトゥーバルは1907年に公式に定められた産地で、モスカテルから作る主成強化ワインが生産の主体です。アレンテジャーノ地方は南部の大部分を占めるエリアです。テージョ川の向かい側という意味を持ち、ここ数年の間に優れた赤ワインの重要産地となりました。またこの地方は世界有数のコルクの産地としても知られています。 DOC アレンテージョは2000年以上前から伝統的にアンフォラによる醸造が行われています。アンフォラは素焼きの粘土で作られた土器です。気密性が低く、キダルのようにワインに微量の酸素を供給することができ、緩やかな酸化による熟成を行うことができます。外気の温度変化の影響を受けにくく、アンフォラ特有の卵型の形状により自然対流を生み出すため、攪拌をせずに自然とじっくりワインを寝かせることができます。こうしたことから、ワインに人の手を極力かけず、自然に最も近い形でワインを作ることができ、独特の風味と複雑味が表現されます。マデイラ諸島はリスボアから南西 1000km の大西洋上に浮かぶエンリケ航海洋によって開発された楽園です。 DOC マデイラはマデイラ島で作られる主成強化ワインです。アソーレス諸島はリスボアと同じ緯度で、リスボアから西へ 1500km の大西洋上に浮かぶ9つの島からなる群島です。 DOC ピコはアソーレス諸島の中で2番目に大きい火山島であるピコ島で生産されます。地表がすべて溶岩で覆われ、強い潮風を防ぐため、溶岩石を使ったクライスと呼ばれる石垣が特徴です。この島の代表的なワインはラジドです。かつてロシア皇帝やイギリスの宮廷で親しまれていたことで有名な中辛口の主成強化ワインです。ポルトガルではその小さな国土のほぼ全域においてワインが作られています。西は大西洋、南は地中海の影響を受け、内陸は大陸性気候であるなど、気候や土壌は多様性が豊かです。ワイン作りの歴史は紀元前2000年まで遡り、ヨーロッパの中でも長い生産の歴史を持っています。250種を超える土着品種から生み出される個性的なワインに世界中から注目が集まっています。ポートワインは
ポルトガルの道路地方で作られる酒精強化ワインで、マデーラワインとともに世界三大酒精強化ワインに数えられます。ポートの生産にはトーリガナショナルなどを代表して80種類以上のブドウ品種が認められています。カダストロとはポートワインの原料となるブドウを栽培する畑に対する格付けのことです。地域と結びついた気候条件や土壌、品種、栽培条件をさらに分類し、その持ち点の合計により A から F の6段階に格付けされています。ポートはアルコール発酵途中にグレープスピリッツを添加して作られます。アルコールの添加量は目的とするワインの度数と糖度によって計算されます。ヴィラノヴァガイアはポートワイン産業の拠点の町です。1926年以降、ポートはこの町で熟成され出荷される決まりになっていましたが、1986年以降、ブドウ生産地で熟成し出荷することが認められています。ポートはレッドポート、ホワイトポート、ロゼポートに分類されます。また基本的にポートのアルコール度数は19度から22度と規定されています。主となって生産されているのはレッドポートで、ルビータイプとトゥニータイプに区別されます。ルビータイプは通常のワインと同じように短期間の樽熟成をして出荷されます。平均3年間の樽熟成後に瓶詰めされる若いタイプのポートワインです。比較的リーズナブルでフレッシュな果実味が味わえるものから、100年以上の熟成が可能と言われている高級なヴィンテージポートまで様々です。深みのあるガーネット色で、ブラックベリーやプラムなどの果実味と豊かな甘味があり、スパイシーなエレガントな香りを楽しめます。トゥニータイプはコダルで長期酸化熟成させたものです。長期熟成によりワインが黄褐色になった様子に由来しています。トゥニータイプはドライフルーツやナッツ、カラメルなどの甘くて香ばしい風味や熟成感が楽しめ、折りは瓶詰め時に取り除かれるのでボトル内にはありません。ホワイトポートは代表的なものにライトドライホワイトポートがあります。ライトドライホワイトポートとは、白ぶどうを原料として低温で通常より長めの発酵後に酒精強化し、比較的辛口に仕上げたタイプです。例外的に最低アルコール度数が 16.5 度で認められています。ロゼポートは新たにフルーティーな早飲みタイプとして認定された、アルコール19度程度に仕上げるフレッシュなスタイルです。黒ぶどうを原料として低温で短時間のスキンコンタクトによりタンニンの抽出を抑えながら色素を抽出していきます。いくつかのスペシャルタイプがあります。ヴィンテージポートは中でも最も高級なタイプです。優れた年のブドウだけを用いて作られる甘口の赤ワインです。単一年に収穫されたブドウを使っているため、収穫年の表示が義務付けられています。特徴としては基本的に20年程度の樽熟成がされているということと、瓶詰めの際にろ過がされていないということです。飲む頃には大量の檻がボトルの中に沈殿していますので、デキャンタージュが必須です。レイトボトルドヴィンテージポートは、ヴィンテージポートのブドウに次いで優れた品質のブドウを使って作られるワインです。ヴィンテージポート同様に、単一年に収穫されたブドウが使われているため、収穫年、瓶詰め年の表示が義務付けられています。また、レイトボトルドヴィンテージポートは、ろ過してから瓶詰めされているため、大量に檻が発生するということは基本的にありません。シングルキンタヴィンテージポートは、ヴィンテージポートと同じ手法で、ヴィンテージポートとして申請されなかった優良年の単一畑のブドウから作られるタイプです。キンタは畑を意味します。これは単一畑から作るヴィンテージワインで、ヴィンテージワインを作るには、ブドウの品質が物足りない年でも、特に優れた畑ではヴィンテージに次ぐような高品質なワインが得られるという考え方から生まれたものです。熟成年数表記トゥニーポートは、長い期間の熟成で黄褐色になったワインです。10年、20年、30年、
40年のものがあり、熟成年数、瓶詰め年の表示が義務付けられています。これ板は単一年に収穫されたブドウだけを使い、収穫後7年以上樽で熟成してから瓶詰めされたものです。マデイラワインはマデイラ島で作られる酒精強化ワインです。大航海時代の17世紀にアメリカ新大陸への航路上に位置するマデイラ島で積み込まれたワインは、赤道を横切る航海を終えると特有のフレーバーが生まれることで知られるようになりました。後にブランデーを加えて酒精強化した後、加熱熟成し、この独特のフレーバーを与える工程が開発され、マデイラの原型となりました。この加熱熟成させる方法がマデイラワインの最大の特徴です。マデイラワインはアルコール発酵途中にグレープスピリッツを添加した酒精強化ワインです。どのタイミングで添加するかはブドウ品種により異なります。またアルコール度数は17から22度と規定されています。マデイラのブドウはほとんどが急斜面のポイオスと呼ばれる石垣で形成された細い段々畑で栽培されており、レバダスという灌漑水路によって山から水を確保しています。新しい畑は垣根仕立てが好まれますが、大部分は伝統的に棚仕立てによって栽培されています。マデイラワインに使われる主なブドウ品種は6つです。セルシアン、比較的冷涼な地域で栽培される白ブドウ品種です。酸味が強いため辛口のマデイラによく使用されます。ベルデーリョ、涼しい北部地域で栽培される白ブドウ品種です。中辛口のマデイラによく使用されます。ボアル、暖かい南部地域で栽培される白ブドウ品種です。酸味と甘さのバランスが良く、中甘口のマデイラによく使用されます。マルバジア、海に面した暑い地域で栽培される白ブドウ品種です。濃縮感が強く芳醇な味わい、厚みも豊かで甘口のマデイラによく使用されます。テランテス、マデイラワインの中では最高級とされる白ブドウ品種です。収穫量が少なく希少性が高く、繊細な味わいが人気です。ティンタネグラモーレ、マデイラ島で多く収穫される黒ブドウ品種です。甘口から辛口までのブレンド用としてよく使用されます。マデイラワインはアルコール発酵途中にグレープスピリッツを添加した酒精強化ワインです。どのタイミングで添加するかはブドウ品種により異なります。発酵後は加熱熟成を行い、ワインを加熱することによって意図的に酸化させます。本来ワインは品質を保つために酸化しないように工夫しますが、こうして意図的に加熱熟成をすることがマデイラワイン最大の特徴です。加熱する方法はカンテイロとエストゥファの2つに分けられます。カンテイロは太陽熱を利用した天然の加熱熟成方法です。単一収穫年が表示されたヴィンテージワインや熟成期間が表記されるワインなど高級品に対して行われます。エストゥファは人工的な加熱装置を用いて35度から50度で最低3ヶ月間加熱されます。その後3から4週間かけてゆっくり冷却され、主にクーバと呼ばれる大きな木樽で熟成されます。3年熟成などのスタンダードワインに対して行われます。マデイラ熟成用の樽は主に小樽が用いられ、最低3年以上の熟成が義務付けられています。さらに熟成年数に応じてレゼルバ、スペシャルレゼルバ、エクストラレゼルバなどの表記が認められています。このチャンネルではワインソムリエ試験の対策をコンテンツの目的として、学ぶって楽しいをコンセプトにお届けしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。